はい、ではまず恒例の体重測定の方からやっていきます。はい、体重76キロ、体脂肪率が16.6%、内臓脂肪が7、高下筋率が39.2%、体年齢が30歳。30歳。
はい、ということで、1ヶ月フィットボクシング2鬼モードやったんですけど、申し訳ない、今日1月5日なんですよね。はい、12月3日から始めて、ちょっとオーバーしちゃったんですけど、まあ、とりあえず1ヶ月やったということで、体重測定の方やっていきたいと思います。はい、体重が75キロ、体脂肪率が17.1、内臓脂肪レベルが7、骨筋肉が38.9の体年齢が30歳ということで、体重的には1キロ減りましたね。1ヶ月前と比べて。体脂肪率も減ったんですけど、これは市販の体重計なんで、あんまり当てにならないかなと、いったところです。まあ、誤差の範囲と言われれば、そうですね、1キロは。1キロぐらいなら変動すると思うんですけども。まあ、1キロ減ってると、1ヶ月で1キロ減った結果が出ると、なんだろうな。まあ、そこそこ自信になるんじゃないですかね。30分ですからね、1日。しかも30分も試合25分とか27分とか。なんで、まあ、興味がある方は、フィットボクシング2、鬼モード。まあ、そこまで、きつくないと、俺は思ってるんですけども。鬼っていう名前がついてるから、めちゃくちゃきついのかなと思ったら、まあそうでもなかったんで、まあ興味がある方は、やってみてはいかがでしょうか。